全力で来るがいい。ただの水鉄砲でも我の気合が入れば大砲と勝つ。さすがですね。でも私も負けませんよ。水鉄砲に気合を注入してバズーカ連射するくらいの意気込みです。足りぬ、もっと、もっとだ。ではミサイル。いいぞ、いいではないか。大道寺先輩、いつも以上にテンション高くない？優勝して欲しいものでもあるんじゃないか。残念だな。我はすでに欲しいものは手に入れた。視聴者も盛り上がってきたわ。ごめんなさい、ミサイルよりすごいのって何がありましたっけ？ミサイルより上は、とにかくウヌの気持ちは伝わってきた。では我も全てをぶつけるとしよう。あれとしたことが。勝ったぞ。ウヌラ、よくやった。しかし怒るがウヌはならぬ。ガチムチスプラッシュをかわしているうちに我にはお前の迷える心が伝わってきた。そのようなことで卒業試験をパスできると思うのか？あ、ごめんなさい。少し一人にさせていただきます。おい待てよイカルガ。イカルガ、お前本当に卒業のことで悩んでいるのか？ええ。いや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 、お前なら大丈夫だって。何を心配する必要があるんだよ。心配と言いますか、まあ気持ちは分からなくもないけどな。あたいたちを待っているのは卒業試験だけじゃないし、
無事に卒業できたとしても前任としてやっていけるかって問題もある。それはそれで別物の悩みだよな。ええ、それに値たちには妖魔の親玉神との戦いも待っている。そっちは勝てるかどうかさえわからない。だけどよ、そんなの今から考えたって仕方ないぜ。なるようになれ、気にすんなって。うん、そうですね。イカルガさんがそんな悩みを持っていたなんて。うん、でもなんか気持ちはわかるな。私も卒業した後のことを考えると少し不安になるし。皆さん皆さん、私から一つ提案があります。みんなでイカルガさんを励ましてあげませんか。うん、それがいいと思う。でも何をする。そうですね、いいアイディアがひらめきました。すべて私にお任せください。当たり前だ。Thank you.